さんご視聴いただきましてですね、本当にありがとうございます。恐怖の弾き語り、恐怖ですので、恐怖ですからね、恐怖って書いてあるのにですね、なぜか再生されるんですよね。だからそんなに怖いものが見たいのかなっていう、まあ、そういう人が多いのかなということなんですけど、なんか100回超えてんのがですね、ずいぶんありまして、はい、びっくりですよね。はい、ね、何が起こるか分かんないですね、人生ですね。はい、今日はですね、山下達郎さんの、ちょっと山下達郎さんですね、いっぱいやりたいんですけども、まあ、まずですね、ちょっとじっくりですね、今日はさよなら夏の日ということでですね、もう本当これ大好きな曲でですね、もうどれだけ聴いたかわからないですけども、それでですね、不安の方はですね、もう絶対聴かないでください。怒られたくないので、私ですね、不安の方は申し訳ないんですけど、ここでストップして、他にね、まあ、山下達郎さんのカバーされてる方もたくさんいらっしゃると思いますしですね、インターネットは広大でございます。はい、広大でございます。YouTube だけではありません。はい、YouTube だけではありません。はい、もう世界各国にですね、ね、そういうのがあるじゃないですか。いろいろあるじゃないですかね。私が見てるのは、まあ、ツイッターとですね、まあ、YouTube、まあ、YouTube はですね、まあ、ドラマとかそういうのを見るようですね。ツイッターはこう情報収集というかですね、そういう感じですね。はい、Google 検索はたまにしますけどね、本当言葉とかですね、はい、そういう感じで その3つぐらいでね、もう十分なんですね。なんか新しいのもいろいろできてるようですけどもね、はい、まあまあ Twitter にね、 TikTok とかそういうの出てくるからそれでいいですしね。はい、はい、そういうことで、山下達郎さんの情報はですね、もう無限に載ってますので、この大宇宙のインターネットにですね、そちらの方を、情報をですね、山下達郎さんでですね、ツイッターで検索していただいて、はい、あとはこの曲名とかで検索していただいてね、そちらをご覧くださいませ。はい、不安の方も絶対に、もう絶対に見ないでください。はい、怒られちゃうんですね。怒られちゃうとね、お互いね、お互いっていうか、ね、山下達郎さん人気あるからってね、これ再生されちゃうんですよ。再生されちゃうんですよ。私のせいじゃないんですよ。ね、はい、偉大なね、もう偉大な神様でございますからね。はい、本当にですね、ね、山下達郎さんといえばね、もう本当に、アカペラとかですね、あといろんな楽器をなさってたですね、作曲編曲もう全部ご自身ですもんね、うん、何もかもですね。はい、録音とかもみんなそうちゃんですよね、もうね、うん、プロデュースっていうかですね、うん、だからまあ映画監督のような感じでしょうかね、うんうん、まあ、うん、まあ、そうこういうね、こう CD とかそういうの、まあ、CD っていうか音源を発売するっていうのはね、まあ、映画を作るのと同じだと思いますのでね、こんな、うん、まあ、今度 YouTube はですね、もっと気楽なんですよ。気楽なんですよ。何でもありなんですよ。これはね。これはありなんですよ。だから、こういうのがあってもいいんですよ。そういうことでよろしいでしょうか。はい。もうここで、不安の方はもう絶対に見ちゃダメ。ね。はい。見ちゃダメです。はい。では、で、イントロ。私はもうこういう、
適当弾きなのでいつもですね許してください。弾いてんですよね私ね、これね YouTube 何回も消されてんですけど、デイリーモーションに撮ってあったんで、それで、でも他にも弾いてるよな、何回も弾いてんで相当弾いてんですよ、また弾きますねもうでもピアノだけよりやっぱね、やっぱ歌ですよね。返すんですけどもちょっと長いので、この辺からやりますかね、はい、するんですけども、これもあれしないとダメですね。あ、これがこれなんですか、これなんでここでこの音やばいでしょ、これね、これそうなんですよ。ごめんなさい。
ったらこんなの思いつくんでしょうね。だってこの一番最初はルルンルルンこうですもん。これをだから、こうしたってことですね。違う。ちょっと頭が悪い。違いますよ。まあいいや、まあこういうことですよ。次も。これマイナー7フラット5。もう一回ちょっと長くなっちゃってもいいですね。ここからですね。ここからですね。転調。この曲はですね、ここをどうやって強調しながらさりげなく流れながら、このここがポイントなんですよ。このこの一瞬にですね、この一瞬のためにこの曲あるんですよ。ね、これですよ。聞いた人にしかわからないですよね。ただ聞いてる、聞いててもこうおやって思う人は思うでしょうけどもね。って弾いてたのかな、もう忘れちゃいました。フラット5、フラット、これでいいのかな、これでどうですか。
ング通りで大丈夫なんですね。はい、あのすいません、下手くそすぎて、ちょっと久しぶりにやりました。はい、そういうことでですね、ここんとこですよ、ここんとこですよ、ここですよ、もうこれですよ。これですよ、これ。これを知ってる人は日本に何人いるでしょうか。ここね、ここ。もう超マニアックな話ですよ、これね。もう分かる人にしか分からない、知ってる人に。山下達郎さんのファンであっても、ここを知ってる人はどれぐらいいらっしゃるかっていうことでございまして、もう一回ですね。これ一人じゃ歌えないから、まあまあまあ別にここのメロディーはなくてもいいんですけどね、なくてもいいですけどね、うん、まあ無理ですもんね、無理ですもんね、だから誰かに歌ってもらうしかないですね。伝わればなと思いますね。ここですね、これですよ、これですよ、不思議ですね。これってこのね、この和音をね、こうなんかに使えないかなと思うんで、いやーこれはちょっと天才のひらめきですよね。うん、これは恐るべしですよ。うん、ことでございます。はい。いやこれはね、ちょっと、うん、あの下手くそだけどいい動画になったと思います。はい。はい、どうもすいません。失礼します。